マカオのライトノベル書店。ライトノベルは日本で生まれた言葉で娯楽小説のジャンルの一つ。英単語のライトとノベルを組み合わせた和製英語。略語としてはラノベ。ライトノベルの定義に関しては様々な考え方があり、業界内でも明確な基準は確立されていない。ライトノベルにははっきりとした必要条件や10分条件がない。このため、 ライトノベルの定義については、様々な説がある。ライトノベルを発行しているレーベルから出ている、出版社がその旨を宣言した作品である、漫画萌えへのイラストレーション、挿絵を多用し、登場人物のキャラクターイメージや、世界観設定を、あらかじめ固定化している、キャラクター描写を中心に据え、漫画のノベライズのように作られている、青少年を読者層に想定して執筆されている、 作者が自称しているなど、様々な定義が語られているが、いずれも客観的な定義にはなっていない。2004年に刊行されたライトノベル完全特本では、表紙や挿絵にアニメ調のイラストを多用している若年層向けの小説とされていた。榎本本紀は自身の著書における定義として、中学生、高校生という主なターゲットにおいて読みやすく書かれた。 娯楽小説と記している。あるいは、青年期の読者を対象とし、作中人物を漫画やアニメーションを想起させる、キャラクターとして構築した上で、それに合わせたイラストを添えて刊行される、小説群とするものもある。森博次は、著書、つぼねのカトリーヌにおいて、会話が多く読みやすく、絵があってわかりやすい小説だとしている。あるいは、 漫画的あるいはアニメ的なイラストが添付された中高生を主要読者とするエンターテインメント小説とするもの、アニメ風の表紙や差し絵、開業や会話が多い文章とするものもある。作家側も発行レーベルや対象読者層など、ライトノベルとそれ以外の小説を必ずしも区別して執筆しているわけではない。また、出版社側も明確にライトノベルと歌っている。 レーベル以外では、ライトノベルとそれ以外の小説の線引きを行い、出版しているわけではない。角川書店で毎年夏に展開されている、発見。角川文庫夏の百冊においても、一般小説に混じって、ライトノベルが紹介されており、2010年度版以降は、佐藤菓子の弾丸は打ち抜けない、海の底など、角川文庫から再観光された作品が収録されている。 ライトノベルと少女小説少女小説は少女向けライトノベルとして扱われることが多い。ただし、少女小説は知の文を中心とした小説としての書き方という点で一般文芸に近いものを要求されてきたため男性向けライトノベルとはかなりの違いがあるといった意見もある。ライトノベルと児童文学10代を主なターゲットとしている文学ジャンルには他にも 児童文学があるが、ライトノベルと異なるのは、大人向けに書かれた文学の価値観を持ち込んでいる点、健全な世界観や倫理性のもとに構築される作品が多い点、読み手の対象年齢を考慮した上での教育的な性格が色濃い点である。ライト文芸ライトノベルから派生して、より対象年齢を高く設定したライト文芸と呼ばれるジャンルがある。 すごいジャパンのライトノベル部門投票作品に角川文庫のキャラクター小説やメディアワークス文庫の作品が選ばれたり早川書房、SF が読みたいのライトノベル紹介ページに講段社体が文庫の作品が載っていたりするなどそのままライトノベルとして扱われることも多い角川はネット上で発表された作品を書籍電子書籍化して出版する小説を 新聞芸と名付けている。いわゆるネット小説のほか、ボーカロイド楽曲を元にして書かれるボカロ小説やフリーゲームのノベライズなども新聞芸に含まれるとしている。名称が定着していない初期には意味合いが異なるライト文芸と名称を混同されることがあった。ライトノベルの発祥は様々な説があり、1975年の そのラマ文庫の創刊という説や、荒井元子や氷室彩子などの人気作家が登場した1977年という説などがある。また、ライトノベル作家の中里徹氏は、その源流は、戦前の少年クラブに乗っていた一流大衆作家の少年向け長編小説だとしている。井上慎一郎によれば1980年代後半には、統一されたジャンル名はなく、 ファンタジー小説やヤングアダルトにくくられていたという。ライトノベルの命名は、1990年初めにパソコン通信ニフティサーブの SF ファンタジーフォーラムにおいて、それまでの SF やファンタジーから独立した会議室を会議室のシスオッペであった神、北慶太が、ソノラマコバルトなどのレーベルからの出版物にライトノベルと名付けたことが始まりであるとされる。従来、 これらの分類に対して出版社がつけていた名称としてはジュブナイル、ヤングアダルトまたはジュニア小説などがある。しかしジュブナイルは小学生向けの教育的かつ健全な物語というイメージがあり、欧米の図書館が由来のヤングアダルトは日本ではヤングのアダルト小説とも解釈されて異なった印象を与えがちなことからこれらとは違う。 気軽に扱うことのできる名称として作られた。現在では、各種メディアでも、ジュブナイルノベルや、ヤングアダルト小説ではなく、ライトノベルと呼ばれるようになり、定着している。なお、ライトノベルという故障は、発症してからすぐに定着したわけではなく、一般にも故障されるようになったのは、インターネットが、広く普及しそれまで以上に、読者同士が交流を行うようになった2000年。 五郎だとされている。例えば、東京 BBS のファンタジーノベルボードでは、ボードで扱う話題の説明に、とあり、今日では、ライトノベルと認識される範疇を、ファンタジーノベルとくくっていた。ライトノベルという呼称については、和製英語なので、国際的には通用しないと誤解されていること、英語として直訳すると、軽い小説と訳されることもあり。 読者がどのように受け入れているのかを考慮することなく、ライトノベルと呼ばれることを敬遠する出版社や作家などもいる。また、文学辞典などの学術的な辞典においても、ライトノベルを採用している例は少ない。さらに図書館学の分野においては、国際的な学術用語として、ヤングアダルトが採用されている。以前は多くが文庫本の半径であった。しかし、 1990年代末以降においては、読者像の変化や思考の細分化などから、より少ない発行部数でも、採算の取りやすい新書や46版ソフトカバーなどでの発売も増えている。とりわけ、2012年頃から46版ソフトカバーのライトノベルレーベルの発足が相次ぎ、2012年から2015年にかけて、ライトノベルにおける新書、 46版の売り上げが倍増している。主として若年層を読者としているものの、その対象年齢は拡大しているとされる。中心読者層が30代から40代以上の作品もある。内容としては恋愛、SF、ファンタジー、ミステリー、ホラーと様々なものを含んでいる。ゲーム、アニメ、漫画などの作品を原作にした。 ノベライズ作品も多く発行されている。逆に、ライトノベルを原作とした漫画家やアニメ家、映画家やテレビゲーム家、玩具家などのメディアミックスも盛んに行われている。近年は作品と読者年齢層の多様化が見られる。また、高戸の縁、公玉遺月など、ライトノベルとそれ以外の小説の両方を出版する作家、おついち、うぶかた等、 桜葉和樹など、ライトノベル作家としてデビューした後、他ジャンルにも展開し、直木賞などの権威ある文学賞を受賞して、分断入りする作家の出現によって、それまでの概念から大きく広がりを見せている。ライトノベルにとっては、差し絵によるイメージと差し絵に対する読者層からの評価は、他ジャンルの小説よりも重要な意味を持つ。これは、ライトノベル読者のうち少なくない数が、 イラストレーションで作品を選択するイラスト買いを行っていることに起因する。イラスト買いが多く行われる理由は、ライトノベルがメインのターゲットとしている層は、活字よりもアニメや漫画に親しんでいる層であるためとされているからである。初期のライトノベルの差し絵担当者は、安彦義和や天野義隆など、油絵、水彩画のような絵画手法を守ったアニメーター出身者や、 長井豪などの電気アクション作品系の漫画家、井の又つ美、三木本春彦など、アニメ業界出身の当時の若手、中堅イラストレーター、鈴木和彦などのパソコンゲーム業界出身のイラストレーターなどが主流であった。少女文学のジャンルでは、1987年に、花井愛子が講談社 X 文庫、ティーンズ・ハートの創刊に際して、企画から関わり、同年、 一週間のオリーブを第一線で活躍する人気漫画家のイラストを採用した華やかな少女小説として出版し、これが人気を集めたのに続いて、少年向けでも1990年代初頭、上坂はじめ、スレイヤーズの差し絵を手掛けた荒泉類の登場を契機として、いわゆるアニメ塗りのイラストへの変革が発生した。これはアニメを見慣れた世代の読者が増加するとともに、 そうした絵柄が支持を集めるようになったことと、ライトノベルの需要増加とともに短時間で大量のイラストを生産できる体制を確立する必要があったことに起因している。1990年代後半に入ると、パソコンと画像ソフトウェアの発達から CG を利用したイラストレーションが増加し、美少女ゲームなどからも人気を集める絵柄のエッセンスを取り込むなどの動きが見られた。 特に電撃文庫は、小形強黒星紅白、原田武人など、アニメ業界やゲーム業界でも活躍する、若手イラストレーターの登用で躍進し、MF 文庫 J がより大衆化された美少女路線で追随した。2000年代以降、配当の維持、安田鈴人、ブリキなどがヒットメーカーとして知られている。ライトノベルでは、 人気イラストレーターが表紙を担当するとそれだけで売り上げが伸びる効果があるとされている。榎本本紀はもちろんヒットしたのは作品が魅力的であるためと前置きした上でイラストの力がそれを押し上げたのは間違いないとしている。近年ではライトノベルと一般文芸の中間に位置するライト文芸の勃興によって一般小説の想定でもイラストレーターが重視される。 ことが増えている。大多数の作品に挿絵イラストが使用されている。一方で、あえて挿絵やイラストを使用しない方針を取る作品もある。これは、本屋で買うのが恥ずかしいという中高生より、上の年齢層の読者の敬遠や、イラストがあるとかえってイメージが制限されるという読者に対応したものである。 明確なライトノベル専門のレーベルとしてではなく、後にレーベル中にライトノベルが含まれているとされているものを挙げる。1986年から門川文庫で行われたファンタジーフェアとテーブルトーク RPG などを扱っていたパソコンゲーム誌コンプティークを母体に、1988年に門川スニーカー文庫と富士見ファンタジア文庫が刊行される。同時に、 藤見書房からテーブルトーク RPG などの非電源ゲームに特化したドラゴンマガジンが創刊され、紙面の半分程度を同文庫に収録される作品などの連載に割いていた。藤見書房は1989年からファンタジア大賞の選考を開始し、準入選に上坂はじめらが選ばれた。当時のミリオンセラーを列挙すると、ロードスと戦記、スレイヤーズ、 フォーチュンクエスト、魔術師、オーフェン、風の大陸などが挙げられ、ファンタジーフェア以来の和製ファンタジー小説を中心にヒットを飛ばしていた。士見ファンタジア文庫を刊行している士見書房は角川書店の子会社として設立された経緯から角川書店との関係が深く、もともとは国文学主体の出版社であった角川書店が出版しない。 感動小説やアイドル写真集などの書籍を、藤見書房の名前で発売するという形態をとっていた。その後、角川書店に合併されてからは、角川書店藤見事業部となり、書房とは名乗っているものの角川書店の一部門であった。藤見書房に限らず、初期ライトノベルレイベルの大半は角川書店の参加にあり、長く角川メディアオフィス系の角川グループが、 ジャンルの主導権を握っていく1992年、経営上の対立から、角川書店の当時の社長、角川春樹の弟である、角川次彦らを中心とした、角川メディアオフィス系のメンバーが、角川書店を退社し、メディアワークスを設立した。これにより、角川スニーカー文庫からは、水野量深沢三汁、中村うさぎ、赤、 堀悟る等の人気作家を引き連れ、電撃文庫を創刊する。電撃文庫は、当初、主婦の友社と提携し、販売を行っていたが、春樹は1993年8月29日に、コカイン密輸事件で逮捕され、角川書店から事実上追放された。これによって継彦は、角川書店側に壊れ、角川書店の社長も兼務することになった。メディアワークスもまた、 1999年に、主婦の友者との提携を解消して、門川ホールディングス参加となる。メディアワークスは、電撃小説大賞を1994年により開始し、1996年の川上実、1997年の加藤の公平、橋本つむぐといった受賞者が現れた。また、木日の旅、とある魔術の禁書目録など、 落選作拾い上げからベストセラーになるシリーズも出現し、スレイヤーズ、魔術師、オーフェンのヒット以来トップの座にあった富士見ファンタジア文庫からシェアを奪っていく。ファミ通文庫は1998年に創刊されたが、かつてログアウト文庫で不審に終わったアスペクトのライトノベル業界への事実上の再参入であった。しかし、1999年頃、 経営を悪化させた、当時のアスキーは、グループ再編を行い、週刊ファミ通をはじめとする、ゲーム雑誌や子会社のアスペクトが手掛けていた、ファミ通文庫などのエンターテインメント系事業を、完全子会社である、エンターブレインへ集約した。その後、グループの持ち株会社であるメディアリーブスは、ユニゾンキャピタル参加を経て2005年に、角川ホールディングスの参加となり、旧社より社名と、 月刊アスキー他の出版事業を継承したアスキーは2008年にメディアワークスと合併しアスキーメディアワークスとなった。MF 文庫 J は2002年にリクルートの子会社メディアファクトリーのレーベルとして創刊され、非角川系、非一橋系では最大勢力であったが2011年に角川グループホールディングスがメディアファクトリーを買収し参加に収めた。このような 複雑な経緯により、角川グループは少年向けライトノベルレーベルだけでもの5つを参加に収め、市場の7割から8割という圧倒的なシェアを誇るに至った。以降もそれぞれのブランドを存続し、競合させる中で個々の特色と方向性を打ち出すと、共に2007年には上記4レーベルで読者投票により対象を決めるライトノベルアワードを開催した。 そのようなライトノベルの角川グループ化戦状態の中にあって、一般全国新聞への記事の掲載などにより、注目されたためか、2000年代中盤から竹書房や、小学館などの再参入以外に、ソフトバンククリエイティブ、ホビージャパン、一人社、PHP 研究所、そして、講談社や、京都アニメーションや、ポニーキャニオンも、独自レーベルで新規参入した。その他にも、 様々な自費出版系の出版社などもライトノベルのレーベルを出版している。2013年10月1日、角川書店及び藤見書房、アスキーメディアワークス、エンターブレイン、メディアファクトリーの5社は角川に吸収合併され、それぞれ社内ブランド化された。各社内ブランドのレーベルは概ね存続しているが、2015年10月に藤見書房の単行本部門をベースに、 新レーベル、角川ブックスが設立されている。電撃文庫だけは創業の経緯から角川嗣彦の直轄とされ、編集、営業部門が独立していたが、2015年以降は角川への統合が進んでいる。時を前後するが、上記のほかヒーロー文庫や MF ブックスといったオンライン小説の書籍化専門レーベルが出現し、特に二0十二年頃からは、 小説家になろうへの投稿作品書籍化を手掛けるレーベルが相次いで立ち上げられ、それらの作品、レーベルを総称して、ナロー系と表現されるケースも増えている。小説家になろうが王盛を極めるより前からあったアルカディアやアルファポリスの投稿作品もナロー系という誤った区分を受けることもある程度に、知名度が高く影響力がうかがえる。 この影響でのライトノベル的なテキストを扱っている、小説投稿サイトは2020年まででもが新設されている。書籍化に至ることなくサービス終了したサイトもある中、LINE ベルはオープンと同時に、元、電撃文庫編集長の三木和馬を、統括編集長として、LINE 文庫、LINE 文庫エッジを創刊しコンテンツの提供に力を入れたのだった。かねてより、 オンライン小説の書籍化は存在していたが、このようにウェブ上への投稿機能を備えたサイトが、林立したことで、既存、新設に関わらず、投稿小説からのスカウトが急増したのだった。また、体裁が若干異なるが、セリフを吹き出しにして、顔のイラストを表示し、スクロールやタップによって演出が加わる形態の、テキストの電子書籍や、小説投稿サイトも登場している。 常述のコミコノベルやノベルデーズでも一部の作品はこの体裁である。古くは2014年にレンタでエノベルという電子書籍の形で見られる。トークアプリ風読み物だとかチャットノベルだとか形容されている。ストリエでは投稿小説以外でも既存の作品の試し読みがこの形態で公開されていた。プリ小説バイグモやアプリパッチには 夢小説として名前変換機能がある媒体もあり、オンライン投稿としてのメリットと言える。他、読者の高齢化もあり、観光が中断し、長く未完結であった。それゆけ、宇宙戦艦、山本洋子などの作品を改めて完結させるケースも増えた。作者が亡くなった未完作を別人の手で完結させた、ゼロの使い魔はその典型である。十二国期や、 評価、美味しいコーヒーの入れ方など、当初はライトノベルレーベルから刊行されたものを一般文芸として売り出しているものもある。ライトノベルレーベルも一般層向けの戦略に力を入れ始めており、各レーベルはアニメ的イラストを入れないハードカバー作品やイラストのないライトノベルなどの発売を行っている。12国記は少女向けレーベル、後段者 X 文庫、 ホワイトハートから刊行されていたが、たとえ少女小説が、想定やキャラクターの書き方、会話文が、男性向けレーベルのライトノベルと同じように見えたとしても、前日のように、少女小説は、一般文芸に近いレベルの書き方を要求されてきた、ため、こういった影響は決して不思議な現象ではない。最近では、ライトノベルを読まない層にもライトノベルへの関心は、広まっており、 全国新聞や雑誌でもライトノベルの書評や特集が掲載されることもある。テレビドラマ化された失踪ホリデーやメイド刑事や起きて状況この美貌録、映画化されたブギーポップは笑わない、テレビドラマ化された後に映画化された半分の月が昇る空などのように、最近では実写化も目立つようになった。また、オールユニードイズキルは2014年にトム・クルーズ主演で、 ハリウッドでの実写映画が公開。日本での放題は、All You Need Is k l で、キャッチコピーには、日本原作、トム・クルーズ主演、と名打たれた。単行本形式でのライトノベルの発表は、現在かなりの頻度で行われている。アスキーメディアワークスは2009年冬に、高年齢層向けのメディアワークス文庫を設立。東レーベルから刊行された。 三上延のビブリアコ書道の事件手帳はベストセラーとなりドラマ化もされ後にライト文芸と呼ばれる分野の代表作となった2007年6月からは富士見書房がペーパーバッグでのレーベルを開始したファミ通文庫を要するエンターブレインはファミ通文庫から出ていた桜バカ月の赤ピンクを角川文庫から新装版発売した2009年3月には スレイヤーズ、鈴宮春日の憂鬱、広角のレギオスなど、角川系のライトノベルを小学生向けに読みやすくした作品や、伊藤の意地、岡間、鶴田健治などの人気イラストレーターを起用した作品を含む角川翼文庫グループ各社の協力出版形式で創刊した。修営者も小学生向けのライトノベルレーベルである、修営者未来文庫を2011年4月に、 観光開始し、ジャンプ J ブックス、スーパーダッシュ文庫、コバルト文庫で反響の大きかった作品やオリジナル作品を出している。早川書房は SF 系の東京草原社はミステリー系のライトノベル作家の作品を観光している。早川書房は2003年開始のレーベル、次世代型作家のリアルフィクションで、うぶかた小川一水、桜坂博史。 新城一馬など、SFK ライトノベル作家の作品を刊行した。また、野尻宝介の単行本刊行、まどろみのセフィロトや、大久保町シリーズ、ふわふわの泉など、ライトノベルとして刊行された旧作の復刊、藤町とせ、瀬尾司、野崎まどら、SFK の新鋭ライトノベル作家の新作を刊行していた。 東京草原社は、ライトノベル作家としてデビューした、桜庭和樹、米沢実のの作品を刊行し、又谷原修王氏のライトノベル作品を復刊、新作を刊行していた。表紙イラストには、前島茂木や右井、竹岡美穂らライトノベル系のイラストレーターを、起用していた。2000年代後半には、桜庭和樹の直樹賞、おついち、 森川佐都の本格ミステリー大賞、うぶかたの本屋大賞、佐藤智也の三島幸夫賞、小野冬美、米沢みのるしんの山本修五郎賞などのように、ライトノベル出身でありながら、一般の文学賞を受賞する者も増えたが、既存のライトノベルレーベルからは、卒業扱いとなることが多く、必ずしも、ライトノベルの地位向上にはつながっていない。角川スニーカー文庫や、 富士見ミステリー文庫は、宮部みゆきの、ブレイブストーリー、あやつじゆきとの、アナザーなど、一般文芸で活躍する作家のライトノベル化などを行っている。2010年代からは、ビブリア古書道の事件手帳や、コーヒー店、タレーランの事件簿、僕は明日、昨日の君とデートするなど、ライトノベル作家を起用し、イラストを全面に押し出した文芸作品が人気を博している。 こうした一般文芸とライトノベルの中間に位置する作品群はキャラノベやライト文芸と称されておりメディアワークス文庫のほか、富士見書房の富士見エール文庫新潮社の新潮文庫ネックス集英社の集英社オレンジ文庫など大手出版社が続々と参入しているこの他にも朝日新聞出版の朝日エアロ文庫メディアファクトリーの MF 文庫ダビンチミューなどが存在する また、角川ホラー文庫や、宝島社文庫などのように、既存のレーベル内で刊行する会社もある。講談社では、1990年代末から講談社ノベルスを持つ文芸雑誌、メフィストでライトノベルと一般文芸の中間的な作品が掲載されることがあったが、2003年、そうした作品群を専門に扱う雑誌、ファウストが創刊された。 レーベルでは、講談社ボックス、ミステリーランドの二つの単行本レーベルが、ライトノベルとしての側面を持っていた。講談社ボックスからは、西尾維新、ナスキノコ、竜気司令奈々などの作品が刊行されていた。講談社ノベルスにも林田玉や添島茂木ら、人気漫画家、イラストレーターを起用した作品が存在し、越前また魔界探偵名王星王シリーズでは、 マイジョウ、オウタロウ、オツイチ、イルマ人間、シンシロカズマらが参加して、電撃文庫とのコラボレーション企画を行っていたが、2019年現在では、講段社大会へ統合されている。また、古参の児童文学レーベルで、ライトノベル的作品がラインナップに含まれる、青い鳥文庫や、小学生女児に特化した、ライトノベルレーベルの仲良し文庫も刊行している。一方、 新潮社や角川書店など、ライトノベル専門ではない大手出版社でもジャンルを超えた作家の作品に力を入れている。新潮社は人気漫画家のイラストを表紙にした作品の発売や、図書館内欄の表紙でのメディアワークスとのコラボレーションを行い、レーベル内レーベルとして新潮文コネックスを創刊した。角川書店の文芸系レーベルでも積極的に ライトノベル作家が書くたジャンル作品を発売している。また、一般文芸史、野生時代、小説やサーリーサーリーにも、桜葉和樹や有川博などのライトノベル作家の作品を数多く載せている。現在のライトノベルは、アニメゲーム業界とは、メディアミックスを通じて、事実上不可分と言えるほどに、密接な関係を構築している。や、コミカイズなどを、多くは、 漫画家が担当しているため、漫画業界との関係は、さらに深い。コミカライズスピンオフ漫画の場合には、原作とは異なる人物が担当するケースが、ほとんどだが、稀によくわかる現代魔法や、クッチオブブのように、原作差し入担当が漫画版の執筆も担当する、ケースもある。そのため、ライトノベルにしてもメディアミックス展開を、販売戦略の主軸に据えており、 長期の人気シリーズになっている作品については、そのほとんどがコミカライズ及びタイアップによりアニメ化やゲーム化をされている。この傾向は特に角川系ライトノベルレイベルの作品において顕著である。ゲーム化される作品も少なくない。例として1990年代に大ヒットした藤見書房のスレイヤーズなどがある。アニメ、漫画、ゲームを原作として小説化され、 ライトノベルのレーベルから出版される逆パターンのケースも多い。出版社の多くはメディアミックスを重視する販売戦略の一環として大手チェーンのアニメショップや漫画専門店などの販売データを重視している。またこれらへの重点的な配本や販売キャンペーンを行うなど、配本の特定の書店チェーンへの偏りという意味では他の文芸ジャンルとは一線を画しており、 むしろ漫画本の配本方式に近いものと言える。ライトノベルの主な購買層が漫画、アニメ世代であり、この種の店舗の主たる利用者とほぼ一致するため極めて大きな効果を上げている。アスキーメディアワークスは売り上げの多い書店、チェーン店を重点的に配本する販売店として指定し、ある作家の前作の売り上げ数を自作の初回配本数とする。 というシステムを構築している。他の角川社内ブランドも特約店制度を導入して優先的な配本を行っているほか、角川以外の出版社も実績配本を行っている。台湾、香港では角川書店の現地法人、台湾国際、角川書店がスニーカー文庫や電撃文庫の一部作品を反対や座中文に翻訳して発売している。2007年には、 成分出版集団が集営者と独占契約を締結し、青い英文庫のレーベル名で、スーパーダッシュ文庫、コバルト文庫のタイトルを刊行しているのをはじめ、日本では後発参入であるが文庫や HJ 文庫もそれぞれ現地の出版社と独占ないし優先契約を締結している。太字は独占契約。2008年には、 台湾カドカーが主催する台湾でのライトノベル新人賞、台湾カドカーはライトノベル大賞が始まった。またそれ以前には雑誌ファウストで募集された浮き文子新人賞があった。この賞はもともとはジャンルを限らず短編小説を募集していたが、2009年より名称を浮き文字新人賞に変更し、長編のライトノベルを募集する賞として刷新された。 天文角川において、角川系作品の翻訳版が出されている。日本のライトノベルだけでなく、台湾作家の著作、中国本土作家のオリジナル作品もある。天枚系小説というライトノベル専門誌も存在する。新人賞を設けており、長編優秀作には日本での発表もあり得ると歌っている。それ以外に、西尾維新の刀子なども翻訳版が出されている。 韓国では主に大元 CI や鶴仙文化社、ソウル文化社が日本で人気が出たタイトルを軒並み翻訳しており、一部の大型書店であれば簡単に手に入れることができる。観光ペースもかなり早く、日本国外では最も日本産ライトノベルを授与している国の一つと言える。鶴仙文化社はライトノベルも含め幅広いジャンル小説を対象にした。 ファウスト小説賞を募集している。またエクストリームノベルや D&C メディアのシードノベルでは賞という形を取らずに期限などを設けず国内作家のライトノベルを募集している。アメリカでは2004年に t o k ポ o Pop がスレイヤーズを刊行して以降ビズメディアが尺眼のシャナを刊行するなど紹介されたタイトルは少数で漫画作品に比べると翻訳出版は 進んでいなかったが、セブンシーズエンターテインメントが、メディアワークスやメディアファクトリーからライセンス供与を受け2007年により、ライトナバルレーベルを新設し、死神のバラット、ブアンプ、カノコンやゼロの使い魔などを観光。台湾、韓国に続き2008年夏には、講段社ファウストが発売し、西尾維新、ナスキノコなどの作品が掲載された。ヨーロッパでは、 トキオポップがドイツで主に角川グループ系やコバルト文庫の作品を翻訳出版している。ロシアでは日本における略称、ラノベがそのまま単語として定着しつつある。表記は、で、元の略語が英語のライトノベルの省略系であることを考えるとの方がより正確だと思われるが、すでにと同様に日本からの外来語としてローマ字表記、ラノベの転写である、 が主流になっている。ありがとうございます。